今回ご紹介するのはホイヤーの手巻時計2レジクロノグラフです。社名変更以前の1940年代に製造されたヴィンテージコレクション。後の名作、彼らが誕生するまで、同社を支え続けたクロノグラフシリーズです。本品は、高級宝飾店、チューラーが文字盤に併記された希少なダブルネームモデル。銀ダイヤルが大きく配された、通称、ビッグアイと言われる時計ファン好みの一本です。ムーブメントは、クロノグラフメーカーとして、有名なランデロン13を搭載しています。文字盤はブラックカラー、全数字と夜光ハンドの組み合わせ。インダイヤルは30分積算系永久秒針の2カウンター、6時1にチューラー名、程よいエイジングがヴィンテージの雰囲気を高める特別な風貌デザインです。 SS ケースはラウンドフォルム、裏蓋はスクリューバックです。バンドは社外製のレザーにホイヤーの微錠を装着しています。所有欲を満たす存在感際立つ完成度の高いタイムピースです。コンディション、ダイヤル、文字盤、12時、4時、1はビス止めされています。経年変化しています。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は劣化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。へこみなどはありません。ホイヤーを示す刻印等はありません。交換されている可能性もあります。風貌、軽いすれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。微錠にはホイヤーマークが確認できます。操作方法、ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。クロノはウェプッシャーでスタート、ストップ、スタプッシャーでリセットします。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 ニューズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 12mm、 風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。